クンミングウルフドッグとは、中国の雲南省昆明市原産の軍用、警察用、万用の犬種である。クンミングドッグ、もしくは、昆明犬とも呼ばれている。1950年代に、身体能力が高く、賢い犬を目指して作出が始まった。1953年に、中国政府が入手した10頭の狼と、ガードドッグとして訓練された優秀な警察犬たちを20頭、 そして10頭のジャーマンシェパードドッグを用いて作出された。しかし、この狼とされる犬とガードドッグとして厳しい審査を合格した犬たちの剣士は全く公表されていない。その理由ははっきりしないのだが、中国政府はクンミングウルフドッグの作出データを国家機密として扱っていることは確かである。クンミングウルフドッグは現在でも軍用犬、警察犬。 番犬として使われているが、中にはペットとして飼われているものもいる。また、2008年に開催された北京オリンピックでは、雲南省の警備にこの犬種が使われ、それにより初めて、クンミングウルフドッグが他国の人の目に触れることになった。しかし、まだ新しい犬種のため、中国国外での知名度はかなり低い。外見はジャーマンシェパードドッグに似るが、 スムースコートで、毛色はウルフ。それよりもマズルは長く、足が長くて、体高も高いために見分けることができる。体高64から68センチメートル、体重30から38キログラム。立ち耳、タレオで、性格は知的で警戒心が強いが、ウルフドッグと呼ばれているにもかかわらず、外交的で人慣れも良い。運動神経は抜群で、長時間の散歩を必要とする。 英語版記事 EN クーンムヤングウルフドック12時19ディセンバー2008版ありがとうございます。